スでポン。さあ、ここでは僕が得意のダーツをやります。番号が書いてあるボードの質問この場で答えるというコーナーでございます。いきますよ、どうぞ。見えない番号が15番。はい、15番は出るかな、15番出るかな。うちのマネージャー最近 iPad 買ったんだよ。駆使してるね、いいね。ラジオネームアーニャ、4人驚きましたさんですね。森作品の選ぶ今年の流行語は、今年の流行語、やっぱり森崎レインじゃないですかね。はい、次行きましょう。はい、行きますよ。23番。あ、すぐ出るかな。お、出ない。お、出たー。22番。22番までしかないから22にしましょう。はい、トンちゃん、ラジオネームトンちゃん。いよいよ明日はコットンクラブですね。コットンクラブなのでテーブルにキャンドルあって素敵に演出されるのかなと想像してますが、ギグのグッズのブレスレットライトをテーブルに置いて我の中にエッグシェイカーを入れて輝かせたいなと思ってるのですが、やっても大丈夫ですか。演出の邪魔になってはいけないと思って質問してみました。おー、いや、どうなんだろう。あ、キャンドルある、グッズに。前か。え？売ってる今回。あ、今回あるのね、これ。あ、キャンドルあるみたいですよ、皆さん。はい。なんか、うちのマネージャーは、それを使ってってね。すげえ、何、それ使うなって。え？それがあるからどうなんだろうって。好きにやってください。どうなんだろう、それは、なんか入るときに、多分皆さん食事の時間あるから、ぜひ、そのうちのスタッフに聞いてみてください。パクチーくんとか多分歩いてるんで、その辺。歩いてんのかな、どうなんだ。店員さんだったら面白いよね。ラスト1個行きましょう。はい。17番。あ、来た。あ、やばい。なんか、変な風な。あ、大丈夫です。はい。あ、間違えた。まあ、いいや。17番。ラジオネームスイ。最近はお酒を何飲んでますか？ワインは飲んでますか？ワイン全然飲んでねえんだよな、最近。最近ね、ビール飲むんですよ、また。ビールに戻ってます、私。はい。と、あとは麦のソーダとか。あとはモヒートとか、たまに。はい。以上ですね。以上でダーツでポンでした。皆さんありがとうございます。まだまだ質問募集してます。送ってください。メールアドレスは win@fmyokohama.jp、win@fmyokohama.jp です。次の曲は僕の曲です。聴いてください。森崎ウィンで、Wonderland。はい、ここでリスナー皆さんの誕生日をお祝いしていきたいと思います。行きましょうか。ラジオネーム、トミエ、12月5日、トミエの弟、12月5日、ミルキー、12月6日、ウィングの姉のトモコさん、そして12月10日、ドラミ、12月11日、トモ、12月15日、エッちゃん、12月15日、シーちゃんのお母様、キミちゃん、12月16日、マダムレバ、そして12月18日、メリーのハスペンド、てっちゃん。そして12月18日、タエコの娘さんのカンナちゃん。そして12月18日、アキさん、アキの義理の妹の、トモコさん、ね。12月20日、ミサキ。12月26日、ミサキの、息子さん、雪村くん。そして12月20日、リオ。12月22日、キヨちゃんでーす。皆さんおめでとうございます。なんか結構さ、12月もいるもんだよね。12月、いるわな。元旦とかいるのかな？会ってみたい。いると思います。
思う。それいや、じゃなくて僕の来るの中で、このラジオのリスナースの中で、いるでしょって、本当に信じるようになる。はい、ということで、ね、ぜひ、クリスマスじゃない、誕生日なので、誕生日の時はやっぱりこう、お祝いをしてあげなきゃいけないと思うんですよ、ね。ってなったらやっぱこう、歌うしかないじゃないですか。果たしてこの場で歌えるのかっていうこともあるんですが。じゃあ、ちょっと、せっかくなんで、ちょっと歌いましょうか。はい。どうぞ。Happy birthday to you. どう聞こえてんだろうね、これイヤホンだ。Happy birthday to you. うるさいかな。Happy birthday 12月生まれの皆さん。Happy birthday to you. はい。うるさくなかった。大丈夫だった。よし。多分、大丈夫でしょ。はい。次の曲行きましょう。次の曲はですね、Backstreet Boys のクリスマスアルバムから、この曲です。Oh, Holy Night! Winning Parade! 時刻は11時になりました。森崎美がお送りしている FM 横浜 Winning Parade。こちらですね、リモートでお送りしています。ここで僕の故郷ミャンマーについて少しお話をしたいと思います。ミャンマーの最新ニュースですね。ポステ、ウェブニュースからでございます。カンボジアのフンセン首相によるとですね、ミャンマーの政治危機を解決するには、問題の複雑性からさらに5年を要する可能性があると話しています。ASEAN EU サミットの、共同議長としてベルギーを訪問中のフンセン首相は、ブリュッセルに住むカンボジア人コミュニティメンバーとの会談で、カンボジアは今年の ASEAN 議長国として、ミャンマーの政治危機の解決に尽力してきた。しかし、政治危機はすぐに解決できるものではなく、状況に応じた時間が必要であると述べています。カンボジアはミャンマー情勢打開のため、フンセン首相が今年1月に一度、外務大臣兼 ASEAN 特使のプラク・ソクン氏が3月と6月に2度ミャンマーを訪問しました。ということで、ミャンマーのその政治危機を打開するためにね、その近隣の諸国がですね、たくさん動いてくださっているっていうことをこうやってニュースで知れて、僕は純粋に嬉しいです。ただこう、政治に関しては僕のもう素人なんですけども、その素人が考えてもこういう、ね、これうちの親が言ってたんですけど、これ面白くて、なんか、家族、一つの家族、うち4人家族ですけど、一つの家族で起きた、例えば、なんかちょっとした問題とかでも何でもいいんですけど、を解決するのにも、すぐ解決されないのに、そんな国レベルになってくるともう、何年もそんな簡単なものじゃないよっていうのを子供の時に言ってて、すごいいい例えだなと思ってて。確かに一つの国ってこう大きな、まあ家族っていうのも言い過ぎかもしれないですけど、みたいな感じじゃないですか。チームじゃないですか、一つ。だからこう、政治的な素人の僕でさえもこう、ただ5年って言ってるのはびっくりしましたね。僕は勝手に10年ぐらいかかるんじゃないかなって勝手に思っていたんですけれども。まあとにかく今、ミャンマーに住んでる方々が一日も早いね。こう、普通の暮らしができるってことがもう、まずは目標なんじゃないかなと思ってます。そんなミャンマーのですね、平和を祈って、ウィニングハートっていうのを、始めさせていただきました。この企画はですね、あ、ちょっと待ってた。あれ切れてないよね、これ。ネット回線。あ、びっくりした。すみません。ウィニングハートという、企画を立ち上げました。ハートの形のですね、折り紙を折っていただいて、そこに、ミャンマーの願いとかを書いていただいてですね、リスナーの皆さんにそれを送っていただいて、それをスタジオで、うちのスタッフがですね、全部つなげて、貼ってやります。それがなんと、現在で 73,706 ハートでございます。皆さん本当に本当にありがとうございます。その中から何個かちょっと紹介していきたいなと思います。では少々お待ちください。
今日はリモートだからね、うちのスタッフが送ってきてくれてます、写真を。はい、こちらです。はい、ピース。うん。チェってのはその、ラフってことですね。山語で。あとは希望。うん。be together. いや、もう本当に hope。はい。ありがとうございます。奪っていい命はない。戦争はもうやめよう。平穏な日々が遅れますように。はい。希望と。皆さんたくさん送ってきてくれてます。本当にありがとうございます。僕もね、いつミャンマーに行けるかまだわかりませんが、いつかこのウィニングハートをですね、ミャンマーに持ってこう、行ける日を僕自身も願いながら、一日も早い解決と一日も早い平和が訪れる日を願っています。ぜひですね、これから折ってみたいという方はですね、番組サイトに折り方載っておりますので、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは次の曲行きましょう。森崎ウィンで、スタレルオープン。Baby, please. Oh, 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 baby. Baby, please. Please give me your presentation.森崎ウィンがお送りしている FM 横浜ウィニングパレード、今週はですね、リモートでお送りしております。ここでですね、今週のプレゼンテーマは森崎ウィンに向けた4文字熟語について皆さんから来ているので紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ゆきぷー、90330、とみえ。運外蒼天。どんな試練でも努力して乗り越えれば、心よい青空が望めるという意味です。これウィンクにぴったりの4文字熟語だと思う。ああ、まあ、確かにね、試練がなきゃ、こう、生きてる意味もないじゃないですけど、やっぱこう、せっかくね、生を授かりましたから、どんどん、こう、まあ、って言うとちょっと重いな。やめよう。よし、ラジオネーム黒猫、ひこっち、た、かか、かか対象、さっき言ったあったよね。大きな声で思いっきり笑う様。今年もウィン君のガハハにたくさんの元気をもらいました。ありがとうございます。来年もウィン君がかか対象できるような、ように、私もクルーとして頑張ります。もう十分でございます。これだけで。ありがとうございます。ラジオネームなのは、自己実現。自分の可能性を拡大し、こうしたい。目標、願望、希望を現実していくことです。ウィン君はまさに今、自己実現の真っ只中ですね。ウィン君が夢に向かって日々、自己実現する姿をずっと応援しています。ありがとうございます。嬉しいね。これはもう、やっぱ自己実現っていうのはね、一人じゃできないんですよ。周りです。ラジオネーム黒猫。オーカランマン。オーカランマン。満開の桜の花が咲き乱れる様。非常に明るく華やかな様を表す四字熟語です。ウィン君がステージやテレビで歌ってる姿は、桜吹雪の中で歌ってるかのような華やかさがあって、いつもうっとり見とれてしまうので、ウィンクにぴったりな言葉だと思います。いやー、いいこと言うね。僕が何、ステージに立つとやっぱ桜が咲くってこと。あれ？そういうことじゃない。どういうことですか？わかりました。桜はね、咲かせていきましょう。ということで、冬は桜は咲きません。ここでね、あ、まだまだ、もう一個ぐらいいけるな。ごめんなさいね。はい。ラジオネーム、ぴょん吉太郎。森崎に向けた四字熟語で言えば、それはもう、焼肉定食。もうこれしかないでしょう。はい、次行きます。ラジオネーム、リカ。自由奔放。思いのままに自由に振る舞うこと。突然歌い出したり、スープパレードの前にスープ飲んじゃったり、クリップで遊んだり、ウィニングパレードでのウィン君はまさにこれではないでしょうか。いや、おっしゃる通り。私はもう自由人の代名詞をもらったのではないのかなって自分でも思っております。今いいこと言ったね、どうも。そんなか、失笑、あ、かか失笑。はい、皆さんたくさんのプレゼンありがとうございました。次の曲行きましょうか。次の曲がですね、ケリー・クラークソンの Underneath the Tree。
時刻は10時15分です。ここで FM 横浜ニュース&ウィザーです。担当は竹井さん、お願いします。ありがとうございます。担当は竹井さんでした。今夜のスープパレード、はい、ここで僕がほっと一息できるようにスープ飲みます。やっぱこうね、天気予報を聞くとね、竹平さんにはやっぱ晴れですって毎回言ってほしい。いや、情報だから伝えなきゃいけないんですけどね、すいません。はい、皆さん今夜はですね、もう大正解ですよ。みんなもうコムタンザスープです。はい、これうまいんだよね。俺焼肉屋でさ、昔バイトした時にこのコムタンクッパってのがあって、ここにご飯入れてね食べるやつがあるんですけど、マジあれがうまくて、まかないでいつも食べたい食べたいって言ってたの覚えてるな。うん、うまい。なんだこれは、いろいろ具も入ってるよ、みんな。あ、もうちょっと食べよう。ちゃんとお肉も入ってるんだよ、ちょっと。いいじゃない、これ。うまいね、これ。あ、うめえ。ああ。いいね。やばい。止まらね。ああ。褒められた。モルテキウィンがお送りしました。FM 横浜 84.7 ウィニングパレード。今週はですね、皆さんリモートでお送りしましたが、大丈夫でしたか？聞こえましたか？ちゃんと。でも今日意外と調子いいですよね。まあ、調子悪い時はあんまないけど、音もそうでもないらしいです。なんか、うちのディレクターが。絶対にいいとは言いたくない。そう、俺はね、どうやって聞こえてるかわかんないから、後でラジコで聞いてみよう。そう、ラジコでも皆さん聞けるんですよ。ぜひ、終わってからも聞いてください。はい。まずはですね、プレゼント当選者発表したいと思います。映画、ホイットニー・ヒューストン、I wanna dance with somebody のムビチケですね、を1特民2名様でございます。ラジオネーム、イクエ。ラジオネーム、イクエさんでございます。ひらがなです。おめでとうございます。ここで森崎君からのお知らせでございます。NHK BS プレミアム。BS4K。映画音楽は素晴らしい。バイブということで、イブですね。12月24日に放送ですね。ぜひぜひ皆さん見てください。そして NHK 総合ですね。ABU。テレビソングフェスティバルインインディアがですね、12月29日24時20分からです。これ私のインド旅のなんかもありますので、ぜひぜひ見てください。そして、フジテレビ、逃走中大晦日スペシャルお台場決戦。12月31日、17時から23時45分から、あ、5分からじゃねえ。17時から23時45分までです。ぜひ見てください。NHK ワールド、あ、まあ、それさっきと一緒ですね。ABU ですね。一緒ですね。まあ、来年紹介しましょうか。はい。そしてミュージカル、スパイファミリーですね。先日 FNS 歌謡祭出させていただきました。来年やります。3月からです。ぜひぜひ皆さんお越しください。定期です。そして、1月9日、スタートのテレビアニメ、au を武を極めるため転生す。そして、世界最強の見習い騎士。オープニング主題歌 Day One 歌っております。 AU をフィーチャリング森崎ウィンでございます。主題歌 EP はですね、1月25日リリースです。ぜひぜひ聴いてください。なんか結構 YouTube も上がってる
けど、再生回数いいんでしょ？皆さん聞いていただいてるみたいで、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、イベントがあります。ジャパンミュージカルフェスティバル。フェスティバル2022ウィンターシーズン。12月26日から28日ありますが、28日のデイ3一部2部出演いたします。ライブ配信もあるので、ぜひ皆さん、ライブ配信も見てください。ロミオとジュリエットの世界の王。そして、エリザベートの闇が広がるがですね、中川明則さんと2人で歌わせていただきます。そしてコーナーオブザスカイもダイマスピピンから。そして、在庫でね、在庫コネクトでは2023年5月23日までゴリサキウィンギグ見れます。ぜひぜひまだ迷ってる方、見ていただけたらなと思います。そして明日からですね、私のコットンクラブでのライブがあります。いやー、ちょっとやっぱ緊張するの今日寝れんのかなっていうか朝帰らないと思います。寝ないと起きれない。そりゃそうだみたいな。まず当たり前なこと言うんだ。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。来週のプレゼンテーマはこちらですね。クリスマス、冬限定でもいいです。限定のおすすめのお菓子。おすすめのお菓子。クリスマス、かっこま冬限定。のおすすめのお菓子送ってください。そして、プレゼントもいっぱい用意してますので、来週を楽しみにということで。そうなんですか？プレゼントがいっぱいあるんですね、来週は。おー、ちょっと、それは僕ももらえるんです。もらえないです。なんだろう、これ。ぜひ。いいな。それでは、最後の曲はですね、キャリー・アンダーウッドで、Let There Be Peace でお別れしたいと思います。今日も皆さん聞いてくれてありがとうございます。来週はスタジオに戻ります。また、スタジオでお会いしましょう。FM 横浜 84.7 Winning Parade お相手は森崎凛でした。今日も一日お疲れ様。ゆっくり遊んでね。おやすみ。Let there be peace.